クラゲのですね、魅力的であるところをもっと最大限に引き出そうというところで、一つはクラゲパノラマ水槽ですね。横幅約14メートルもあって、少し湾曲していることによって水槽の前に行くと、まるで、暗いですね、海の中で、クラゲの群れに中を、いるような水中感というのを体感していただけて、クラゲ自体が、遊泳力が乏しいので水の流れがないと沈んで死んでしまうんですね。なのでそのやっぱり水槽が大きくなればなるほど、その水の流れというのを作るのがとても難しくて、要はやっぱ、なるべくですね、やっぱり偏りがないようにある程度均一にクラゲを浮遊させたいんですけども、そのやっぱ流れのバランスっていうのを作るのが今回とっても大変でした。